中田塾は、江戸時代の日光街道及び、欧州街道における、下宇佐国の宿場。日光、欧州街道の江戸、日本橋から数えて8番目の宿場であるが、利根川対岸の栗橋塾は合宿の形態を、とっており、両宿合わせて一宿とする記述もある。現在は、茨城県小賀市中田千崎の利根川河川時期に相当する。 小賀藩が管理していた小賀三宿の一つである。南から順に、下町、中町、上町、及び船戸町から構成された。天保14年の日光道中宿村大外町によれば、本陣脇本陣は一軒ずつ設けられ、旗子が6軒あった。宿内の矢数は69軒、人口は403人であった。殿川の河畔にあり、 対岸の栗橋塾との間を都線が結んだ。なお、前述の通り両方を合わせて、栗橋、中田塾と呼ばれ、一つの宿駅とされた。1912年、利根川改修工事により、宿場地が河川時期になるため、町の大半が川から離れた日光街道、中田松原に移転を始めた。この時の河川改修工事は1930年に、 春工したが、その後も洪水は頻発したため、追加工事が行われることになり、昭和20年代に残された上町もすべて移転した。栗橋中田周辺、井上忠敬測量、第二本宴会予知前図第87図第88図より一部改編、某川旅中田関所は、江戸時代に、欧州街道、日光街道の利川筋に設置された関所の一つで、ある。 欧州街道、日光街道の栗橋塾から中田塾の間、利根川筋古利根川沿いにあった。某川旅中田関書名の由来は、某川旅と中田塾の間にあったためと言われている。通称栗橋関書であった。日光街道から江戸への出入りを監視する関書が置かれ、関宿と並ぶ江戸の北方を守る用地であった。この地は、曽根川の渡河地点にあたり、 日光街道から江戸への出入りを監視する関所が置かれ、江戸の北方を守る用地であった。江戸時代以前の街道は、去って塾から北東に向かった先に、古くから旧渡ら瀬川を渡ると戦場があり、傍観は渡しと呼ばれていた。溶かした左岸には、旧栗橋村があった。そこから北上して、現在の古河市へ入った。各宿場町では、参勤交代や、 公用の人や物を運ぶために人馬を常備する必要があったが、これを助けるために、近隣の村々が定助号に指定された。中田塾の場合は、中田神殿、鳥見、酒間、新久田、茶屋にった、大祖、飯石である。隣の宿場、小賀子市通史編309-314ページ、AB、小賀子市民族編446-456ページ。 小賀市市通史編721ページ AB 山口、吉尾、中田塾の歴史、小賀市市研究第9号、1から23ページ、1984年大島、165の166ページ。大島、166ページ。小手差し、前林、釈迦を経由し、赤堀川改作以前の備高地を北上した。 小賀市市通主編314-318ページ。ありがとうございます。